7月28日は、グレゴリオ歴で年始から209日目にあたり、年末まで、あと156日ある。カッシナの戦い、フィレンツェがピサを破るヘンリー・パッセイ、クロムウェル・キャサリン・イングランドをヘンリー・パッセイ、かつての側近トマス・クロムウェルを処刑、同日に5番目の妻キャサリン・ハワードと結婚。キャサリンも半年後には処刑されるテルミドール9日の、 クーデターによりロベスピエールら処刑される、マクシミリアン・ロベスピエール・ジョルジュ・クートン・ルイ・アントワールド、30スト1794年7月28日に処刑された人物の一部、30日までの3日間で104名が処刑された。基礎改正。土地の指摘所有権の確立でもあった。画像は1879年発行の地検日本初の施設鉄道。 日本鉄道開業。画像は1885年の上野駅、第二次世界大戦米軍の主力爆撃機、空飛ぶ要塞 B-17 発、飛行日本軍が南部仏印への進駐を開始。画像は、最後に位する日本軍青森大空襲中国で、東山地震。死者は25万人以上と推測され、世界史上2番目の規模の震災となった。なお、 1>, 1位は、花県自身で83万人、超ロサンゼルスオリンピック開幕ハーシェミー、ラフサンジャーニー、95%の得票率で、イラン大統領に当選日系人、アルベルト・フジモリ、1990年の誕生日に、ペルー大統領に就任イスラーム思想家、スーフィー、イブン・アラビー誕生。ルートビヒ・アンドレアス・フォイエル・バッハ誕生。哲学者、エルン・スト・カッシーラー誕生。 反証主義の哲学者、カール・ポッパー誕生。画家ユディトレ・ステル誕生。左画像は、自画像、右は、幸せな夫婦詩人、ジェラード・マンリ・ホップキンス絵本作家、ディアトリックス・ポーター誕生。右画像は、ピーター・ラビットのお話、第46代日本国内閣総理大臣、片山明芸,芸術家マルセル・デューシャン誕生。右画像は、レディメイド作品、泉。 反証主義の哲学者、カール・ポッパー。物理学者、パーベル・チェレンコフ。右画像の青い光は、チェレンコフ放射式者リッカルド、ムーティ構造家、建築家、サンティアゴ・カラトラバ。左画像は、ターニング・トルソ、右は、ミルウォーキー美術館新館ベネズエラ第53代、大統領、ウゴ・チャベス作家シラノ・ド・ベルジュラック・ボツ作曲家、アントニオ・ビバルディ・ボツ。より、 春を聴く、作曲家、音楽の父、ヨハンゼバスティアン・バッハボツ。チェンバロ競争曲第一番に単調 BWV1052 より第一楽勝を聴く、イタリア風競争曲へ、蝶々 BWV971 より第一楽勝を聴く、トッカータと、風画と単調 BWV865 を聴く、詩人クレメンス・ブレンターのボツ反骨のジャーナリスト、 宮武骸骨没推理作家、江戸川乱歩没夫をン没生物学者、フランシス・クリック没ホセデ・サン・マルティン、ペルーの独立を宣言ペルーの一員果の豊島マチュピチュ、ケチュア系ペルー人の親子国家を聞く。ありがとうございます。